さあ今夜も始まりました。深夜にカップ麺を食べるだけのやべえ番組、カップ麺大図鑑チャンネルの時間でございます。今日はね、東洋水産丸ちゃんの公式アカウントで話題の赤いキツネとニヤココンボを食べるのかい、9月5日にやるらしいんですけど、ぶっちゃけどっちもよく知らないので忖度なしで今回のマズレシピ言ってみようかなと思います。でね、ちょっとしたハプニングがありまして、僕の彼女というか妻というか、細君というかがですね、間違えて日清のどん兵衛を買ってきちゃいました。これ、普通に考えたらミスなんですけど、なんでこういうことが起きるのかっていうと、パッケージが似てるとか、ブランドに対する認識が曖昧とか、そういうのが原因なんですよね。でも、こういうことが起こるっていうのも、実際の生活でよく話で、むしろリアルかなと。結局、どん兵衛じゃなくて、まるちゃんの赤いキツネでやらないといけないんですけど、必要な宮古昆布なんですけど、実は、ちょっとした問題がありまして、最近、宮古昆布がどこにも売ってないんですよね。昔はどこにでも置いてあったはずなんですけど、なんか、最近は全然見かけなくなって、探すのにかなり苦労しました。で、結局どうしたかっていうと、近所のダイソーでようやく見つけてきました。これで、宮古昆布を探し回るっていうのも、なんかおかしな話なんですけど、これって多分流通の問題とか需要の変化とかいろいろな理由があるんだろう。何にせよ宮古昆布が手に入ったんで、これで赤いキツネとのコラボが成立するわけですけど、昔は本当にどこでも買えたのに今はこんなにレアな存在になっちゃってるっていうのがちょっと不思議な感じがしますよね。実食ではいただきます。正直なところすごく美味しいってわけじゃないですね。まずくはないんですけど、普通です。ただ、これで思ったんですけど、きつねうどんって各社いろいろ出してるんで、今度は食べ比べでもしてみようかなと。そういう気かとまりかなってことで、次に活かしていきます。なんか、微妙やな。ごちそうさま。